アラキタ仮面。あのこんにちは。どんな世界でも先輩が言ってることはどんなに理不尽に感じても正しい。やばいんじゃない？よう貧客庶民サイクリストども、バージンデビルアラキタ仮面パイセンだぜ。本日はな、アラキタ仮面号ビアンキビアニローネセブンビアンカちゃんのスプロケットを洗浄していく。まあいつものように必殺技のマジックリンでスプロケット洗浄していくんだが、スプロケットにビニール巻き込んじまったんで分解して洗っていこうと思うんで、よろしくマンドリル。スプロケットをホイールから外して分解するとこんな感じ。そしてこれをタッパーに入れて、マジックリンで洗浄していくぞ。見てみろ、油がな、もうギットギトの油がこびりついてるな。もう豪快にこうやってマジックリンの泡をシュプ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 かけていく。もうな、これでもかってぐらいかけていこう。な、埋もれちまうぐらいかけていくぞ。で、この泡をなスプロケットの隙間にな浸透させる。そうすることによって油が浮いてきて洗いやすくなる。マジックリンがスプロケットの油汚れに浸透したら、今度はちょっとぬるま湯を入れてみよう。これで油汚れが浮いてくるはずだ。30分放置して、こんな感じになった。だいぶ油が浮いてきたな。それじゃあ洗浄していこうじゃないか。スプロケットについた油にマジックリンが浸透して、落ちやすくなっている状態だ。つうわけで、軽くブラシでな、まずはこうやって、ゴシゴシ磨いてやれ。そうするとな、だいぶ綺麗になる。これだけでな、だいぶ綺麗になるんだが、まあ、この後にさらにゴシゴシやるんで、まずは軽く磨いてやれ。あらかたの油汚れをこのマジックリン液の中にもうそぎ落とす感じだな。よし、大体の汚れは、マジックリンの中にそぎ落としたんで、雑巾の上にスプロケット、分解したスプロケットを置いて、もうこれでもかってぐらい力を入れてブラシで油汚れをこすっていくぞ。スプロケットの歯と歯の間、そのあたりにもな、ブラシを突っ込んでガリ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 汚れをかき出せ。そうすることによってな、もうスプロケットが新品のようにピカピカになるマンドリル。やばいんじゃない？そして今回アラキタ仮面パイセン、なんとスプロケットを分解して洗うのは初めてマンドリル。まあかつて横着をしてホイールにはめたまんま洗った時にな、まあサイクリスト界の先輩たちが分解して洗った方がいいですよっていうアドバイスくれてたんだが、アラキタ仮面めんどくせえからやれなかった。だがな、さっき見せたビニールあるだろ、あのビニールが絡んじまったせいでちょっと性能が落ちてたんで、今回は初めて分解してみた。そして分解して洗浄したことによって気がついたこと、まあ先輩方が言っていたようにな、分解することによってすごい洗浄しやすくなった。まあ普段やってたアラキタ仮面の横着な洗浄方法よりこっちの方が汚れをしっかり落とすことができる。先輩に逆らっちゃいけねえ、そういうことをな今回教訓として学んだ。やばいんじゃない？よし、一番小さいスプロケットの刃、洗浄完了。マンドリル、ようやく終わったな。もう10分ぐらい磨いてた。続いて先輩方に教えてもらった中性洗剤で、さらに磨きをかけていこうと思う。やばいんじゃない？今回は初の試み、まあ、アラキタ仮面流のマジックリン洗浄をした後に、さらに先輩方に教えてもらった中性洗剤で洗うっていう方法、をプラスしていくわけなんだが、まあ、その前にマジックリンをこうやって丁寧に洗い流していくぞ。まあ、中性洗剤の、効果を、100% 発揮するために、まあ、余計な汚れと、マジックリンは洗い流していこう。はい、マジックリン洗い流したんで、再びタッパーの中にスプロケ、分解したスプロケを入れて、ジョイ、中性洗剤ジョイをぶっかけていく。このジョイだな、ジョイをもう豪快に、ちょっと贅沢な使い方しよう、豪快にぶっかけていく。あれ、ジョイってこんなにシャバシャバだった？あれ、なんかキキュットの詰め替えボトルがあんな。ひょっとしてジョイの中にキキュット混ざってたのかな。まあいっか、とりあえずぬるま湯を入れてな、ジョイを、まあ、ジョイかキキュットかよくわかんないけど、中性洗剤をたっぷり入れる。そしてまた、しばらく放置だ。続いて、このスプロケット洗浄用に買ってきた新しいスポンジ、
まあ、食器を洗うスポンジと同じものを使うなよ。汚い油汚れが食器を洗うスポンジについちまうから、スプロケットを洗うスポンジは新しく買ってこい。じゃねえと、お前らの口の中に汚い油のカスが入るからな。新しいスプロケット洗浄用のスポンジで洗え。こういう感じでゴシ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 やっていこう。で、まあこのスプロケットも3年ぐらい使っていて、まあ洗浄は定期的にやっていたんだが、やっぱり分解して洗わなかったせいもあるのか、ね、固着して取れない汚れがある。まあ油汚れだけじゃなくて、ホコリやゴミだったり、あとは土とか砂、そういったものがな、固まって固着してスプロケットにすげえ勢いでこびりついてる。そういう場合はな、こうやって、もう思いっきり上から圧をかけてガリ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 やれな。スポンジの裏の過程部分でガリガリやると、取れると思う、うん、もうこんぐらいやんないと取れないな、うん、もうやっぱり先輩方が言ってたことはな、正しかった。マンドリル、まあどんなに理不尽だと思っても、まあ、反抗心を出さないで先輩の言うことには従うべきだ。もう今度からスプロケット洗うときは、まあ、ホイールから外してゴシ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 マジックリンと中性洗剤、そして専用のスポンジで洗っていくことにしようじゃねえか。いいんじゃない、教訓マンドリル。はい、マジックリン洗浄と中性洗剤洗浄を終えて、汚れをすすいだ、これがスプロケット。まあ新品とまではいかないけど、まあ、3年間の汚れがね、溜まってた汚れ全部洗い流して、ピッカピカになったマンドリル。それじゃ早速なスプロケットの方に装備していくんだが、スプロケットの、中には、こういったようなスペーサーがある。ギアの刃と刃の間にこれをかまして、まあ、ギアの間隔を均等にするためのものだ。まずは、10速モデルの荒北仮面号にはこの他と厚さが違うこのスペーサーをかます。そしてギアの刃をかましていく。一枚一枚な、向きを合わせてかましていくんだが、まあ、このギアは、はまる位置がある。そのフリーハブボディか、フリーハブボディの溝に合わせてはめていくんだが、向きが違うとな、はまんない。なんでミスることはまずない。だからスプロケットをはめながら、ギアとギアの間に今度はスペーサーをかまして、9速モデルのスプロケットであろうが、10速モデルのスプロケットであろうが、さらには11速モデルのスプロケットであろうが、このスペーサーをかますことで、その刃と刃の間を均等にする。まあ、ちょっとでも均等じゃないってことはスペーサーを入れるところを間違ってるってことだから、このスペーサーをちゃんとした位置に入れれば、刃と刃の間隔が均等になる。貴様ら初心者が気をつけることはそれだけだ。あとはこの向きさえ間違えなければ、このスプロケットの組み合わせ間違えることはないんじゃないかな。いやー、なんつうんだろうな、今までな、荒北仮面メンテナンスが、まあ、嫌い苦手だったが、もう初めてこのスプロケットを分解して洗浄してみたが、なんか意外とメンテナンス楽しいな、なんてそんな風に感じている。まあやっぱり食わず嫌いとした一緒で、やらず嫌い、何事もな、経験マンドリルだ。スプロケットを装備し終わったら、ロックリングで、蓋をしろ。そしてロックリングを固定するためにはこの道具が必要だ。このロックリングの上から、この謎の、なんつうんだこのパーツよくわかんねえが、この工具を使って、締め付けていく。締め付けていくと、途中から硬くなる。でその硬くなったところから、もうガリガリってどんぐらいかな、ガリガリって30度、45度ぐらいかな、45度ぐらい、その力を入れて締める、そうすることによってスプロケットの固定完了マンドリル。いいね、新品みたいじゃない、いいんじゃない。それじゃあピカピカになったスプロケットをホイールに固定して、クイックリリースレバーを装備して、これからフレームの方にな、装着していこう、こんな感じ、チェーンを持ち上げて、そしてスプロケットを、ちょっと引っ張ってあげる。そうすることによって簡単にこうやってフレームに固定することができる、うん、でクイックリリースレバーを、まあ、適度な、位置まで締め付けてあげる。そして、締める。そしてこのブレーキね、ブレーキが開いてるからブレーキを閉じてあげる。これで完成マンドリル。いいんじゃない。
まだ注油はしてないけど、ちょっと軽く回してみようか。あ、いいね。注油してないけど結構スムーズマンドリル。やばいんじゃない？いいんじゃない？で、今回、スプロケットの洗浄と同時に、チェーンとプーリーの方も洗浄してみました。まあ動画には上がっていないんだけど、結構徹底的に洗浄したんで、もうプーリーの周りも、スムーズマンドリル。いいんじゃない？チェーンとプーリースプロケットの洗浄も終わったんで、次回はいよいよ視聴者さん待望の南アフリカチェーンルブのご紹介マンドリルだ。それじゃあまた会おう。アリベデルチ、さよならだ。荒北仮面はクールに去るぜ。